ンは首位通過の可能性があります。で川崎は、まあ、2位になんとか入り込んでいけるかどうかと。ゲームに関してはまたチームを出場停止。おさあ石原から横、阿部が持って縦前を向く大橋、まだ行く大橋、大橋のシュート、湘南先制、開始6分です。大橋のゴール、ホームチームが先手を取りました。大橋はルヴァンカップでは今シーズン初出場で初ゴール。伸ばした上り坂、中央へ脇坂、脇坂、山根折り返し、もう一度山根浮かせる、ファーサイドヘディングシュート、いやーわずかに右でした。最後ヘッドはダミアン、運んで縦フリック、大橋、外から石原のクロス、ゴール前、大橋、大橋今日2ゴール、湘南追加点、大きな2点目が入りました。クロスに大橋のダイビングヘッド、山根、瀬古、もう一度瀬古、シュート、いやー1点返した川崎、瀬古のゴール、途中投入の瀬古、さあ1点差、これで分からない状況になってきました。駆け引きをしてみます。前を向く小塚、前線へもつれる、山田、まだ行く、自分で行く、シュートー、突き刺しました。これで同点、山田のゴール、2対2、試合終盤川崎が同点に追いつきました。来ました、手は打った両監督です。さまよむく若月、広げて小野瀬、若月後ろから山田落としてシュートだー、バルブのシュートはキーパー正面。さあ右サイド、遠野、遠野、遠野シュートはゴール、なんとなんと川崎逆転、遠野のシュートリフレクションしてゴールに吸い込まれました。2対3、川崎が試合をひっくり返しました。川崎の場合は浦和、清水、川崎が勝ち点8で並んだという中で、この3チームの争いで、結局グループステージの突破はならずと。